ただいております。やがて審査員偉そうな顔してますけども、先ほどお話ししたように年を取るとだんだんぼけもやってまいります。それから足腰もままならないという中で、やはり、彼も元気が良かったけれども、私と同じようにやっぱり年並みにはかなわなかったのかなというふうな感じもいたします。若くても総理でどこの総理大臣ですぐ辞めちゃう人もいますけども、まあそれぞれ後任の方あるいは若い方にその世代のものを譲っていくということも大切なことかなというふうに思っております。この手紙の中でですね、やはり彼自身が会議と見両性にして祖国の感ありと、感覚鋭敏動作敏捷保養経過にして弾力ありと、これは日報の本質の根っこでございますけども、これが書いてございます。ただ残念なことにですね、非常に展覧会そのものが、美しさに先行してきて、昔のような、渋いとかそれから勝って楽しめるのが少なくなってきたと、展覧会傾向が非常に、いっちゃって、その飼ってみて楽しい犬作りというものができなかったのは、私の力不足というふうに痛感しているというようなことを書いてございます。まあ次世代の優秀な方にですね、日本犬をまた指導していただきたいというようなことでこれ収めてありますけれども、やはり、現在どうしても展覧会、主導型ということの中で日本犬の楽しみ方を本当に、覚えないと、やはり日本犬保存会そのものの衰退にもつながるんではなかろうかなというふうに思います。これは一人私のみでな、これは日本犬保存会全体のことでございますけれども、その辺のことも機会あるごとに皆さんからも、日本の幹部の人にお会いになりましたら、展覧会先行でなく、やはり良い犬も見てくださいよということも必要かなと。で今回研修会にあたりましても、会員の皆様から必ずしこんな話をしてくれと、今の展覧会用の犬ばっかりして、おとなしいように一歩さんのような犬ばっかりじゃないかと、こじかれた犬はいねえのかよというようなことも話してほしいということもご意見をいただいております。